新年明けましておめでとうございます。イエーイ、ありがとうございます。明けました。明けまして、明けまして。この動画もですね、今年一発目でございます。ありがとうございます。ということで、ちょっと正月っぽい企画をやろうということで、はい、鍵止めにチャレンジしてます。皆さん、前しれっとあの LINE で好きな4文字熟語を送ってみたいなあったっすよね。はいはいはい。それが実はあの今回の企画につながるんですけれども、一人一文字書いていただき、ミスのない漢字を4個ちゃんと書いて言葉を成立させればクリア。汚れてもいい T シャツ着てくださいという案内で、はい、顔に墨を塗ります。うわー、そんなんだったんだ。なんか新年明けてからは急には汚れたくないね。なんか汚れてもいい服装なのにさ、うん、素人行けたじゃん、うん、どっちやねんじゃあ誰から行きましょう。じゃあ俺、じゃあトシ君から行きましょう。トシ君が多分一番漢字としては難しいですよね。そうですね、はい、じゃあ行きましょう。さあ、トシ君が蝶、蝶ですよね。で、ユウスケ君が凸で、カイト君がもうの、ユウマ君がシンっていう感じなんですが、うわー、久々にやってる。行きますよ。うわ、懐かしい。書いてます。どうぞ。正座をしてるのはユウマ君のみ。あと数字は正座だろう。あ、やべえ、あれ書き順出てこねえ。待って、書き順忘れた。あれ、こんな感じなんだっけ。ちょっとあれ、いいですか。もう終わりですよ。ちょっと、はい、じゃあ行きます。ちょ、全然違う。そしてとつ、正解。そしてもうはけ、うん、で、進むはしんということで、こっちで出してください。ちょ、とつ、もうしん、はい、残念。いや、違う。ちょっと待って、とつに関しては書いたんすよ。イノシシじゃないじゃん、もう指でもないし。ひどいわ、タクトーのもうや。結構歌詞だと思ってますよ、俺。気が進む？いや、あのイノシシ、イノシシだってのは分かってたから、うん、もうって、あ、じゃあ気かも。残念。超恥ずかしい、ね。めちゃくちゃ恥ずかしい。数字がね。クビシンじゃん。クビシンってなってない。逆の。ハクビシンです。ユウマ君。じゃあほくろ増やします。あ、ほくろを増やす。目に入んだよ、ほくろ。あ、目危ないか。目危ない、ちょっと怖いな。あ、怖い。あ、でかっ。ほくろでかっ。でかいのかな。でかく、ほくろ申し。残念。ハクビシンが出てます。なんだよ、わかんない。ハクビシン。ハクビシン。いい、あ、でもね、悪くない。宝塚の。あ、うまいよ、まだかっこいい。大丈夫。ハクビシン役の都市です。せーの、じゃん。1、5、1、え、え、ということで、はい、お、一見正解に見えるんですが、はい、ダイとか、え、下がこれダイになっちゃうんですよね。違うんですよ、違う。いいよ、ちょっと見ていける。ひたひたしてんじゃん、お前。ひたひたしすぎだろ、それ。いける？はい、お願いします。ダフンのおじさん、もう一回ダフンだ。あ、ダフンだ。ちなみに次どうします？あのカイト君は結構まあ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 っていうやつなんですよ。あるっちゃある。なるほど。ただユウスケ君が多分四文字熟語のことはっきり意味分かってなくて人の名前書いてる。どういうこと？どういうこと？どういうこと？人の名前書いちゃったんですよ。ちなみに芸能人の名前です。芸能人。じゃあお願いします。もうショート短い、短いんだな。女性だ、女性、短い、女性、短い、女性、髪の毛、アイコンか、アイコン、アイコン、うん、カメラ120、女性で、いや、すず、おお、幸せ。これ正解は？正解は広瀬すずです。正解。何やねんそれ。何やねん。何やねん。いや、もう4文字熟語って言われてパッて思い出すのが広瀬すずだった。何なんそれ。年
とはいえ大チャンスですよ。背だけだよ。いや、当たった俺らもすごいな。いや、すごい。さあ、どうしますか。3、4はだってもう、まあ、もうだってもう、漢字ですよ。漢字じゃないよね。だめよ。確かに3。汚れてない、誰かがいるんですか、2番目。せいね、うん、じゃあ汚れてね、誰かが、うん、俺もうひらがなにさせてから頼む。カエルのおじさんだよ。せいくせいくせいいける。2番目いきます。じゃあヒロ誰いきますか。ヒロヒロいきます。じゃあヒロ、あ、じゃあ僕とカイト君が、じゃあはい、じゃあお願いします。なんでしょうかね、不思議とやっぱ和の心が戻ったんでしょうね。全員正座してますね。やっぱね、書道はね、やっぱ思い出すとやっぱり和ですから、はい、ここはちょっと和です。若い頃のカールのおじさん。じゃあということで答え合わせいきましょう、はい、せーの、はいはい。ヒロセスズということでクリアー。すごい、ありがとう。クリアしましたか。あの、これ一応今年のバンケットの目標のつもりで企画出してるんですよ。4つ揃ったやつが真の4人の目標だということなんですけど、今年のバンケットの目標は、広瀬すずになりました。でもね、あの人ぐらい大きくなりたいし、あと俺朝ドラ出たいし。なるほど、もしかしたら広瀬さんに今年会えるかもしれないということで、はいはい、じゃあ最後もう一回掲げていただいて、はい。これで終わると思わなかった。はい、ということでこの動画が面白いなと思った方は、いいね、そしてコメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、バンケットでした。バイバーイ。よろしく、私もよろしく。すずさん、これ見たらコメントしてね。